キリモク21時のお時間となりました。このコーナーは私ミュージシャンのキリモンが、日本が誇りますレジェンド西城秀樹さんについて毎週さまざまなコーナーをしております。今週はニュースレモン秀樹ナインということで、このコーナーは私ミュージシャンシゲモン、まだまだ西城秀樹さん初心者でございますけども、初心者目線からですね、秀樹さんの最新ニュースを追うということでお送りしていきたいと思います。もうファンの皆様はご存知のことばかりかと思われますが、まあ僕のように最近秀樹さんがね、気になりだしたという方も、たくさんいらっしゃいますので、一緒にね、最新ニュースを勉強していこうということでございます。それではまず今日のニュースレモン秀樹内はこちらから。西城秀樹ライブアルバム4作品11月24日金曜日発売ということで、2021年からアルバムの復刻企画というのをしておりまして、過去のアルバムを、復元させてですね、発売しているということなんですけども、今回はライブアルバムが4作品、発売になるということなんですよね。まずはビッグゲーム80秀樹ジャンピングサマーインスタジアム、そしてビッグゲーム81秀樹ジャンピングサマーインスタジアム、そしてビッグゲーム82秀樹カッコ仮、そしてビッグゲーム83秀樹ファイナルインスタジアムコンサート、この4作品が発売となるということなんですけども、この中でもビッグゲーム81秀樹ジャンピングサマーインスタジアムでは、発売当時未収録となっていたメドレーなどの音源を追加収録してライブ全編を復刻販売ということになるそうで、これは今までね、秀樹さんの大ファンであった方々も知らない音源ということですから、これはちょっとかなり皆さん注目されているんじゃないでしょうかね。そしてもう一つ、先ほどご紹介したビッグゲーム82、これは1982年のライブということだと思うんですけども、こちらに関しては保管倉庫の中の資料の中から奇跡的に1982年8月に福岡県大牟田市で行われたコンサートの音源が発見されて、復刻企画の中の1作品として初商品化されるということで、これはだから全く誰も聞いたことがないライブアルバムということなんでしょうね。いや、もう楽しみにされてるね、ファンの方、多いと思うんですけども、発売日は、今年2023年11月24日金曜日ということで、再来週のこの秀木の次の日でございますけどね、発売ということで、価格は各2枚組、を予定ということで4400円ということでございますけどね。この収録曲をずらりと見ておりますと、結構やっぱり秀木さんってカバー楽曲が多い、洋楽のカバーが多いですよね。結構X とかでもいろいろ秀樹さんのファンからリップいただいているんですけども、やっぱり秀樹さんはその洋楽のカバーが特にうまいというようなね、声も聞いておりますし、このような形でライブでは普段オリジナルアルバムに聴けないようなナンバーもたくさん歌われるので、まあ非常にね、おすすめという感じもいたしますけども、詳しいことは、オフィシャルサイト、秀樹さんのオフィシャルサイトにてこちら掲載されておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは次のニュースです。西城秀樹クリスマスアコースティックライブ配信決定ということで、こちらは今年2023年12月24日日曜日のクリスマスイブにて8時より秀樹さんのアコースティックライブが配信されるということなんですけども、これはそもそも2007年に、秀樹さんがクラシックで活躍するミュージシャンと2人でアンプラグドアコースティックライブを開催されたということで、これは恵比寿のガーデンルームで300人限定のライブだったということなんですけど、これ行かれた方って今見てらっしゃる方でいらっしゃるんですかね。超プレミアライブですよね。これってあれなんですかね、その時の超プレミアライブを本邦初公開で書いてますから、この300人以外見たことのない人が初めて見られるということなんでしょうね。これでも300人の方はなんだよって思われるかもしれませんよね。私たちだけの特別な夜だったのにという感じもいたします。とはいえ貴重なライブ映像がなんと今年12月24日8時に配信ということで、もう恋人がいらっしゃる方もですね、家族ね、旦那さんがいても、そんなもの全員ね秀樹さんの方を選ぶに決まってるという感じがいたしますけども、
先ほどご紹介したように今年12月24日日曜日のクリスマスイブ8時から配信スタートということで、アーカイブは翌日に12月25日の月曜日の夜、11時59分まで見られるということなんですけども、ファンクラブの先行チケット販売はもう現在発売中で、来週の11月15日水曜日の11時59分、これは朝午前の11時59分だと思うんですけども、そして一般販売に関してはですね、11月17日ですね、その、翌々日ですね、このひでもくの来週の、次の日となりますけども、正午から、12月25日月曜日の17時59分、夜の5時59分まで、受付という形でね、これさっきあのチケットピアのページを見ましたら、まあ、告知はされておりました。まあ、チケットピアオンリーという形になるんでしょうかね。で、ファンクラブ限定のオリジナル T シャツ付きチケットが6500円税込みとなっておりまして、で、一般の普通のチケットに関しては3000円税込みという形になっているようでございます。あの、チケットピアはね、会員登録が必要なので、あの、オフィシャルサイトにも書いておりますけども、ね、ぜひご注意くださいということなんですけどね、秀樹さんとね、二人の言ったら、アコースティックライブっていうのはなかなかね、これレアなんじゃないでしょうか。ぜひチェックしてみてください。ということでお送りしてきました。フシギレモンのフシギレモク21時ということで、次週なんですけども、次週は久々お便りコーナースペシャルということで、本当にもう秀樹さんのファンの皆様からですね、連日たくさん情報をいただいておりまして、コメントの方を次週は全部はちょっとご紹介できないと思うんですけども、ご紹介したいなと思っております。私のネットラジオ、こよい不思議なラジオで普段やっておりますけども、そちらでも、ね、連日、秀樹さん関連の、コメント等をご紹介しておりますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。そして、X ですね、旧 Twitter でもですね、こちらご紹介させていただいておりますので、合わせていただけたらなと思います。それではまた次週お会いしましょう。ブー。